皆さんこんにちは、バローです。それではリムワールド続きをやっていきたいと思います。トニーはもう早速起きて農業をやっています。そしてジャガイモがだいぶ大きくなってきたね。とりあえず洋服は大丈夫かな？まあもうちょっと大丈夫そうだね。大丈夫そうだね。へー。祈っている。まあ自分のタイミングでいいです。食べるものがない。ちょっと待って、どういうこと？トニー、できない。看病ができない。大丈夫か？些細な栄養失調になってるけど。あ、バラさんおはようございます。お腹が空いて起きたって感じだね。作ってる。このオークも成長してるな。ここに橋がかかればまた、濡れなくて済むね。ケンダー大丈夫かな。こうしてどうしよう。だったらここにある邪魔なものは運んでくれるでしょう。床を剥がしてくれるのはいいんだけど、持って帰ってきてもらいたいんだよね。この人大丈夫かな。ちょっとずつ大きくなりだしたね。でもまだ寒いな。13度外。オッケーオッケー。ヒルルトもちゃんと植えて。まあね、今トニー一人でやってるからね。かといって栽培できんなあ。入れるね。これでも一応建築レベルは上がるんだね。特に大きな
動物はいないな。うん。オッケーオッケー。じゃあバロさん、それ吐いたらさ、運んでもらえるかな。運搬を1にしよう。よし。運んじゃって。すげえ持ってき方だけど。お前大丈夫か？あ、回復って書いてあるね。どうにかなりそうな感じだけど。うん。まあ、特にだな。よし、植えてる植えてる。オッケーオッケー。収穫してるね。収穫できます。治療が必要。トニーか。なかなか治んないね。うん。これでどうだろう。やっぱり自分でやるのはあんまり良くないのかな、もしかしたら。君は回復に向かっている。ちょっと寝た方がいいんじゃない。うん。ブロックも来たね、とりあえず。うん。あとね、もう二人ぐらい。本当は欲しいところだけれども。トウモロコシを使い出した。これは食料がちょっと、キリキリ前かな？野生動物。アルパカを狩るかな。イノシシと七面鳥を狩ろう。しかも全部狩っちゃおう。よし、これだけ狩ればさ、一時肉は大丈夫なんじゃないの？うん。で、バロさんが言ったね。あ、ケンダ治った？治った。オッケー、オッケーオッケー。早速だね。うん。
なかなか当たんないな。バロさん、明日でもいいよ。お、上手。あ、上手です。これでまた少しずつ食料も増えてくるんじゃないのかな。そうだね。とりあえずブライヤーとバロさんが起きてるような感じだね。病気の二人は寝てる。でもこれでケンダーが多分回復しだすんじゃないのかな？いろいろと。そうだね。電池が欲しい、電池が。よし、とりあえず全員寝たね。じゃあ飛ばしていきましょう。はい、おはようございます。ケンダーが一番早かったな。4時なんだけど。そうだね。とりあえず運搬と、掃除を、まあちょっとしてもらいたいなというとこだね。と同時に、これは運ばなくていいや、今は。今日は雨。ここのものだけ運んでもらいましょう。トニーも起きたね。食料が少ない。確かに。回復薬も11。コンポーネント30。トウモロコシが117。肉が49。で、バロさんは狩猟だね。さすがだね。オッケー。これで少しずつ心情も回復してくるんじゃないの？確かに。ケンダーアウトドアっていうバーがない。まあね、早い段階で壁を作りたいなとは思うんだけど。
あとはあれだね、研究もうやってもらいたいなと思うんだけど、当たんないねー。それにしてもバルさん当たんないねー。ケンダー、ちょっと待って、先こっちを運んでほしいな。いいじゃん。木を切ってるねー。オッケーオッケー。ちょっとずつだけど進んでるのかな。やっぱりマンパワーが欲しいね。肉もだいぶ増えてきた。食料事情はどうにかなりそうだね。やっぱりヒールルートは植えるのに時間がかかる。じゃあトニーは料理は、バロさんなかなか当たんないね。上手。フライヤーも順調に橋を作ってるね。ただやっぱり時間がかかる。なんだろうな。今日はこんな感じかな。なんて言うんだろう。変わり映えのない。みんな各々の仕事を個々個人個人がやってるって感じだね。でもまあ少しずつ変化が起きてるんじゃないの？まあどれが優先なんだろう。全部優先なんだけど。そしてトニーはなかなか治らないな。あら、建築レベル9。すごいな、この2人。工芸スキルもあるんだよね。なめし川？こんなんいつ作った？まあいいけど。
とりあえず何も変わらないね。これができるのを待つだけっていう感じ。よし、これで橋ができるぞ。2つ目の橋がこれでできるね。ここの岩もだいぶ運んでくれた。そしてバロさん、だいぶ取ったな。鹿のね、鹿肉が大量にある。260、いいじゃないですか。そして外気温が19度になったな。そろそろこれ切っていいんじゃない？フライヤーずっとなんか料理を作ってる気がするけど。とりあえず橋はできたね。バロさん当たんねえな。相変わらず。相変わらず当たんねえな。いやー、あまり変わり映えのしないまま今日が終わりそうだな。トニー寝ちゃったし。そして治らない。それはお前また。ブライヤーに振られた次はケンダーに君は口説いてるの？それさあ、トニーとはめっちゃ仲が悪いな。バロさんへの評価が悪い。違う違う違う。いいのか。トニーがバロさんに対して、マイナス34の評価。で、逆に、バロさんがトニーに対して、プラス13の評価。だね。まあ、ブライヤー、ケンダー、共に、姉妹。この人なぁ。マップの外にいます。いなくなってるわ。奴隷として、外にいるな。でもまあ、とりあえず橋はかかった。ね、農産物もちょっとずつできてきたっていう感じかな。
刺身ね、雑用ができたらね、よかったんだけどね。持ってってくれないもんね。いや、いいね。橋ができるとやっぱり。誰もスイッチは切ってくんないんだ。とりあえず、全員寝たので飛ばします。はい、おはようございます。バロさんが一番最初に起きましたね。終了かな？この子だね。でももう、なんと当たらんな。どこ狙ってんのっていうぐらい。お、上手。よし。とりあえず全員。あ、ブライヤー以外、起きたね。では、次の。外気温7度か。まだ寒いな。よし、これで肉はとりあえず取れたな。掃除をね、ちょっとしてもらいたいところもあるんだけど、バロさんそんな当たらんもんかい。ああ、上手。この辺のものとかね、本当は持って行ってもらいたいんだけど、ちょっと無理だね。はい。手負いのイノシシ。バラさんどこ行った？はい、逃げますよ。やばいな。よし。こいつを狙うと。当たんね。よし、オッケー。運搬。岩ももうちょっとだな。本当にちょっとずつだけど。あ、ここにもあるじゃん。解体。フライヤーも落ち着かないね。トニーの栽培スキルももうちょっとで上がりそう。
研究なしてほしいんだけどな。当たらんねー。そんなに当たらないもの？もう一発ってとこかな。上手。よし。では、あとはこの辺のブロックを持っていってくれればいいんだけどな。先に運搬をしてくれてるね。オッケーオッケー。では、ブロワーを除去。収穫できます。もうちょっと。よし。これでこの辺の、いちごが、まだか。この辺とかも持っていってほしいんだけどな。マロさんも運搬しだしたね。とりあえず。よし。じゃあちょっとバロさんも掃除をしてもらおう。ここのゾーンももう少しでヒールルート、全部植えられるね。これは燃料入れてくれるのかな？入れてくれるっぽいね。よし、オッケー。木もね、有限だしね。研究で早く木を植えれるようになりたいんだが、米がだいぶ育ってきた。もう少しで収穫。トニーか？また、バロさん頼むぜ。どんだけ女好きやねん。
治療が必要。トニーだね。トニー、トニー。はい。なんかまた今日も変わり映えのない一日が過ぎていったような気がするけど、よし、なかなか治んないな。あとはこの辺のものだね。を運搬してくれれば。また平和な感じだったけど。まあマンパワーがもう2人ぐらいね、本当は欲しいんだけれども、ただ資材とか、食材とかはどうにかなりそうだね。今のところ簡単な食事しか作ってないけれども、どうかな。手の込んだ食事。これをちょっと作ってみるか。手の込んだ食事を、5つ。となると多分ね、この簡単な食事をね、作らなくなっていくと思うんだよね。わあ、ギリギリだったな、この薬草。ベリーも劣化中。だけ起きてるな。とりあえず大丈夫だな。まああとトニーのね、このゼンケムシ、これ治んないのかな。とりあえず スチールが546個になりましたね。いい感じ。よし、では全員ネタ乗って今回はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。